グロースドイッチュラント師団長当時のバルク大将、ゲオルク・オット・ヘルマン・バルクはドイツの軍人。最終階級はドイツ国防軍総合兵大将。ドイツ帝国の団地比に生まれる。1913年にプロイセン軍に入営し、第一次世界大戦には将尉として従軍。1922年にバイマル共和国軍に将尉として採用され、 第18期兵連隊に配属された。1924年5月に大員に昇進し、参謀将校養成課程を受ける。第二次世界大戦勃発時は、中佐で陸軍総司令部の書類係だった。西方電撃戦に両兵連隊長として参加し、岸鉄十字章を受章。その後陸軍総司令部に戻ったが、1942年夏に少将に昇進し、 東部戦線にある第11総甲師団長に任命された。その後前線での活躍により、異例に急速な昇進を遂げ、白陽剣大アモンド付き師鉄十字章を受章することになる。1943年末には総甲兵大将に昇進し、剣付き師鉄十字章を受章して、軍団長に就任。1944年8月には、 第4総工軍司令官に任命され、9月には西部戦線の G 軍集団司令官に転じた。しかしジョージ・パッドに率いるアメリカ軍の進撃を止められなかったため、12月に解任され前任者のヨハネス・ブラスコビッツが G 軍集団司令官に復帰した。東部戦線に移動となったバルクはハンガリーにある第6軍司令官に転じて敗戦を迎えた。 1945年から1947年までアメリカ軍の捕虜となった。戦後は農場で働いていたが、1948年に逮捕され、シュトットガルトの裁判所で懲役3年の判決を受けた。これは1944年11月に地下号で停水して、自分の方側を離れていた中佐を、軍法会議なしで、銃殺刑に処した罪状によるものであった。 バルクは18ヶ月間獄中にあった。この間の1950年にパリの軍事法廷はバルク本人が獄中にいて欠席のままボージ受山脈にある町ジェラルメールを破壊した罪で懲役20年の判決を下した。エーバーバッフ派近郊で死去し墓はオスナブルックにある。ありがとうございます。